据说，乐观的是日本神田机场土地证书搬走司机以来的反对运动。先前俺们有报道的，也看到工业的运动的头来面去。今年而看的是农民很用的坚持下来的，认真不时为行送加入抗议，也算状况紧急通言的太铁通，还不愿靠向的农民如何屯树方的石头崩下来，是抛弃主动神田机场公司的施工态度。上类种反土地证书的农民。搬走司机以来，用高工轮班的方式上班上听，为超多的减少生产成本，伊人还开始唔用化学肥料、唔用农药来做有机农业，囤有机青菜，直接送到消费者手上嘅下，也深深宣传反机场证书嘅理念。今天托天桥变做凤毛奈，所以是要按闽南语澄清抗议。传统的耕种方式根本无办法维持食法。1970年代初期，天然经验调研组成的有机耕种合作社，开始取得冇用化学肥料、老农药的有机生产方式。だからさっき言ったけど、日本も高度成長でこういって、そうしたらやっぱ公害って問題が社会問題になって、その大地を大切にするっていうのは工場の反対につながるんだと。要するに黒土をアスファルトにしちゃダメだと。いうところからまた始まるわけですね。でやっぱりそこに帰ってくるとであるならばやっぱこの産直っていうのはやっぱ完全無農薬でそして有機でで安全な野菜を消費者に届けるというやり方で始めたのが闘争の中から生まれたやり方なんですよ。但将来种菜还要买罐头。1971年，天一摆执行强制证书，当他家族强注意到激烈的流血冲突的时节，原因天天的改变的三里种的产销结构，原因为了商业农民开始天数卖菜，也原因用卖菜的方式来支持。一时间，日本的消费者运动一帮的开始。それもあるけど、大体ここに来て一緒に支援してくれる人も大体多いからね。遠農っていう。遠農もそうだし、ここにほら反対運動の支援のために来た人も、大体そういう人らとの関係が強いから。ビルトで留地動地参加抗戦、有地上演者、参加先车で農業相关的铁路、昌平や青石、住地三里中买地、企业農産加工厂、天数来切農産品的出路。それで、この地域のお百姓の私と同じ世代の人たちは、無農薬有機農業という農業を開始したんです。で私はね彼らが作るそういうらっきょうとか落花生とか人参とかそういうものを加工して売る。これねこれ SS なんだけどこれ1個入れてもらって、はい、あと残ったのこれ2個で。あ、分かりました。一刻三里中有機耕種合作社和維持的高工的方式連電以前前抗議，落田做事，也喺包裝嚟送農產品。合作社行緊發展出一輪圓通，大禮拜固天費消費者送一禮拜款的長菜，長愛睇佢台幣500元，加市天貼又比私家行緊便宜，農民老消費者都有好處。反對同盟行緊啲特上長菜度，用於私家出版的刊物，一有請消費者都上貼。来认识土地留农业的重要性，进一步来思考机场开发的必要性。やはり年に何回か視察に来るんですよ。で、こういうふうにやってます。嘘隠しなく無農薬と有機でやってます。虫も食べてますっていうのを見てもらう。そういうところの中でやはり変わってくるんですね。やっぱこの大地を潰しちゃダメだと。此消息搬砸司机。就算请村道两户农民，总共3.2公顷三地机场度的私人地留六间团结收获。不过，三里中的耕种业还希望透过永续农业，拓抗争的理念传达出去。下个新闻，TVB陈君明，日本采访报道。